区にいた113系って知ってる？よく聞くけど113系のイメージつったら、京都とかにいるあの顔のイメージあるな。マッキーロが四国に乗り入れたってことではなくて？ JR 四国が持ってたってこと？もしかして。そう、そして香川県の電覚館を走ってたよ。しかしそれがなかなかに面白い改造がされている車両なんだよね。なんか面白そう。ということで今回は、絶妙に顔面を変えられた名車、JR 四国113系について解説していくよ。名列車解説。1990年代、JR 四国は電化に伴う電車の増備のため、7000系を導入したよ。そしてもともと1980年代に電化された区間に導入されていた、111系電車が老朽化してきたため、粉砕用の6000系を導入して粉砕を進めたよ。しかし、新造車両を導入するには、当時の JR 四国はお金が足りなかったよ。なので、JR 四国は、車両が足りない、どうしよう。あ、そうだ、最近粉砕されてる尺束の113系をもらって魔改造すればいいんじゃね。という考えに至り、残る111系、3編成の老朽粉砕にあたり、尺束より経年の浅い113系を購入して、リニューアル工事、元今改造を行うこととなったよ。そして帰ってきた113系がこちら。なんということでしょう。綺麗なクリクリお目目の部分が、四角いビームライトになって、前哨塔の4塔への増設と全面強化が行われ、踏切事故対策が図られたよ。前哨塔、尾塔の形状変更とともに、種別、行き先表示器部分だった場所に前哨塔2塔が増設され、行き先表示器は貫通ドア下部に移設されたよ。貫通ドア上に前哨塔2塔を配置したスタイルは、阪急電鉄の車両が参考にされたらしいよ。ちなみにこの113系が譲渡される際に、種車だけでなく、この車両の部品交換用として、他に車席のない3両が譲渡されたよ。塗装は編成ごとに異なるカラーリングとなり、第1編成は水色に窓周りが緑、第2編成はピンク色に窓周りが赤、第3編成は黄色に窓周りがオレンジの配色となったよ。そしてそんな車両だけれども、尺取りの体質改善 40N リニューアル工事に準じた、車内のアコモデーションなど更新を実施し、内装材の交換、座席の転換クロスシートへの交換、といった内装関係と、引き類の細かな変更とパンタグラフの増設などを行ったよ。また乗務員保護のために窓下の鉄板が厚くされ、内部に衝撃吸収材を埋め込むと同時に、貫通時部分の窓が拡大されているよ。一方で、窓枠は種車のものが再利用されたため、銀枠とはなっていないよ。ちなみにこの車両にはこんな1、2ドアがあるけど、これは中間車乗務員室と呼ばれる、車掌の瞬殺業務の時に用いられる部屋となっているよ。そしてこの車両は原型から大きく改造されて2001年に、営業運転を開始したよ。113系の投入に伴い、111系は2000年度末の、2001年3月をもって全廃となったよ。113系改造車は予算線の高松から伊予西条、土産線の多度津から琴平、宇野線、瀬戸大橋線の、岡山駅から宇多津駅間と幅広く運用していたよ。113系での111系の粉砕で、瀬戸大橋を渡る普通電車の運用は6000系から113系に粉砕された。そう、まさかの新生の新車が入る運用を魔改造車で粉砕する事案が発生したよ。113系は予備車がないので、故障、検査時は121系2両を2編成繋いだ、物4の4両編成で代走していたよ。しかし、121系はトイレがなく側窓が上昇式で、規定という名の大人の事情によって瀬戸大橋線で営業運転できないため、岡山から観音寺を呼び、その列車の運用に絡む予算線、土産線の普通列車には、必ず113系が当てられていたよ。こんな感じで好調な滑り出しで走り出した113系だったが、瀬戸内の海風によって塩害の被害が出て、引き類の老朽化を早めたよ。改造車と入っても中身は113系そのもの、なので古いことには変わりないよ。そして2010年代に入ると老朽化以外にも、利用客の減少という深刻な問題が出てきたよ。なので4両編成の113系だと空気輸送になってしまうため、121系や6000系、7000系の運用が逆に増えたよ。そうなると、113系の居場所がなくなっていき、運用が狭まっていったよ。そして最終的に2019年付で捕食者の食料となったよ。延命工事しても結局老朽化にはかなわないんだね。まあ環境も環境だけどな。というか本当に最近113系減ってきてるわね。まあそりゃ時代の流れには勝てないし、昔は活躍した車両もひっそり引退してしまうことがあるしね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃねー。